はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回はですね、信長の野望大使石田三成プレイ続きをやっていきたいと思います。ちょっとですね、声が、お聞き苦しい点があるかもしれないんですが、実はこのシリーズ見ていただいていた方はご存知かもしれないんですけど、タイとシンガポールの方に旅行に行ってまして、後半、旅先で体調を崩しまして、まあおそらく風邪だと思うんですけど、ちょっとね、喉の調子がいまいちなところもあって、もしかしたらお聞き苦しい点もあるかもしれないんですが、ご容赦いただければ嬉しいなというふうに思います。で、前回まではですね、その旅先のタイ、バンコクで収録をしていたんですけども、もう今回からはですね、帰国済みなので、再び自宅から収録をしていきたいと思います。ちょっとね、バンコクの方に持ち込んでいた収録機材が、まあ、完全なものではないというか、すべてを持ち込めたわけではないので、ちょっとね、雑音とか入ってしまっていて、そこでも少し、ノイジーなところがあったかもしれないんですけども、今回からはね、自宅で、また収録の方をやっていきたいと思いますので、引き続きお楽しみいただければ嬉しいなというふうに思います。で、これから先なんですけども、今川を、まあ、制圧して、まあ、東海から伊勢、さらには北信濃、近江、北近江、で、越前の一部まで、石田三成領ということで、すでに大勢力化していますので、今回はその続きになるんですけども、まずはですね、ちょっと邪魔くさい、柴田勝家。越前の柴田勝家ですね、ここを攻めていきたいなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。で、今回タイ、シンガポールの方には全部で10日間の日程で行ってきました。で、10日間のうちですね、まあ、最初の4日間をバンコクで、で、その後4日間をシンガポールで、で、またシンガポールからタイに戻ってきて2日間過ごして帰国というね、10日間の日程で遊びに行ってきたので、まあ、これから、まあ、ちょっとこのシリーズせっかくなんでね、その旅行の話なんかも少しずつちょいちょい入れていければいいかなというふうに思ってますんで、ぜひぜひそのあたりもね、お楽しみにしていただければ嬉しいなと思っています。で、当然バンコクもシンガポールもクリスマスムード一色で、まあ、日本と同じですよね。日本と違うのはもう気候だけ。特にバンコクもシンガポールもね、まあ、タイもシンガポールも東南アジアなんで、まあ、常夏なところではあるんですけど、本当にね、日本とは真逆の気候ということもあって後半体調を崩してしまったんですけど、そのあたりはね、順を追ってお話していった方がいいかなと思いますんで、順々にね、お話をしていきたいと思います。で、ゲームの方はですね、今勝家の方に宣戦布告をしまして、2方面から軍勢を進めていくという段取りを組んでいます。で、あとはですね、農業と商業に関してはもうここまで大勢力化したらあまり細々指示を出す必要もないかなと思いましたので、委任にさせていただきます。で、歩兵と配属取引に関してプラス表情ですねは引き続き僕の方で、操作指示を出していきます。まあ、特にね、今回は新規開拓、新しい女の子と遊ぶというよりかは、おきにちゃんたちと遊ぶっていうのをメインに、特にシンガポールにはね、おきにちゃんの一人を連れて行ったというところもあるんで、まあ、新しさはなかったんですけど、本当にまったり楽しく過ごせたかなという感じですね。で、まあ、10日間ともなると体もなまっちゃうんで、ツイッターの方ね、ご覧いただいている方はご存知かもしれないんですけど、肉体改造も僕やってまして、バンコクの方ではね、ホテルのジムなんかにも行ってきました。で、結構しっかりしたジムがあるホテルに泊まりましたんで、みっちりね、体を鍛えてきたんですけど、かなりやっぱり綺麗でしたよね、ジムで体を鍛えると。おっと、で、今表情入りますが、ヨド殿がめっちゃ揺るぎ出してるな。三成信長、いやー、かなりいいね。やっぱりオールスター級ですよね。信長がいて家康をこう排除しなきゃいけないっていう状態。ただ三成もね、さすがさすがなんで、
これにて表情を終わります。策がございます。でバンコクの方はね、今回、最初4日間で、あとシンガポールを挟んでさらに2日間滞在したんですけど、もうクリスマスツリーなんかもね至る所にあってすごく綺麗でしたね。でもちろんプールなんかも入って遊んだりしたんですけど、やっぱり日本と違くてすごく常夏なんで、全然この時期でも、まあ、もしかしたらね夜はねたまに、肌寒くてプールで遊ぶにはちょっときついかなっていう時もあるとは思うんですけど、僕が行った時はね夜も全然プールで遊べるぐらいあったかかったですね。で一応そのおきにちゃんと遊ぶっていう企画というか目的ではあるものの、まあ、いわゆるゴーゴーバーとかもね一通り遊びに行ってきましたね。やっぱり最近は韓国人とかが多い感じかなっていうのをね改めて感じましたけど、おっと勝家5万6000か、これちょっと想定以上の大軍勢になってるな。一条谷付近で信長率いる5万の軍勢と勝家率いる5万6000の軍勢か、これはちょっとおしゃべりに夢中で合戦の場所で展開できる兵力数を見ていませんでしたが、どうなってる？これ場合によっては敵より少ない数で戦わなくちゃいけなくなる可能性がありますね。まあ、勝家は強くても多分勝家以外の軍勢というか武将はまあごいちゃなんですけど、多分大したことはないんじゃないかなとは思うんですけど、一応相手の方を見ておくと、利家が入ってますね。あと成政、あとは森政が入ってますね。で味方の方は信長、まあ信長はねもう言わずもがな、かなり強力ですけど、あとは漱石、まあ、漱石も強いですからね、さらに鉄砲を引いてるか。でさらに左近、長政、吉清、うん、高虎とかもいるけど、この軍勢だったら勝てるかな。展開できる数は画面の上に出てますが2万1000までですね。でおそらく勝家のが陣を張っているので3つ、早々に陣を崩しながらっていう戦いになるかな。では本陣切り込みでいきましょう。この力見せてやるぜ。さあここで勝家軍5万6400を叩いておけばだいぶ楽になるんで、しっかりやっていきましょう。でね、バンコクちょっとね旅の話をしたりゲームの話をしたり行ったり来たりで申し訳ないんですけど、バンコクはもうそれこそ年にというか月に1回ぐらいのペースでね、ツイッターの方を見ていただいている方はご存知かもしれないんですけど、遊びに行ってるんで、まあ、ほぼほぼといってもいつも行くところは夜遊びスポットが近いところばっかりになっちゃうんですけど、そのあたりはねもうほぼ買って知ったるところではあるんですけど、俺に続け。今回久しぶりにMP っていうね、まあ、お風呂屋さんにも遊びに行ったんですけど、本当に久しぶりに、やっぱりね可愛いですね、みんな可愛かった。でこのまま行くとまたねちょっと何も言わずに行ったり来たりするんで話が混乱しちゃいますけど、一応目的としては敵の陣を破壊しつつ本陣切り込み隊で勝家の陣に切り込んで、味方の主力部隊を一気に敵の中央突破を図っていくっていうのを、作戦としては考えています。まあ、敵はね軍勢こそ多いですけど武将の質ではこちらが上ですからね。まあ、注意するのは利家と成政ぐらいかな。まあ、もちろん勝家なんで、まあ、できるだけ早く陣をね潰してしまいましょう。ゲチよ覚悟しろ。ご命令よ。ご命令。漱石が鉄砲隊なんだけど本陣切り込みになってるっていうのがちょっと微妙だな。まあ、今更ですけどね。覚悟しろ。ゲチよ。ご命令を。始めるぞ。
でいつものバンコクではね、行くご飯屋さんとかはほぼほぼ決まっているんですけど、まあ、おきにちゃんたちと行くところもね大概決まってますね。で昔はねおきにちゃん枠みたいなのを勝手に自分で作ってて5人ぐらいおきにちゃん枠いたんですけど、もうちょっとね体が持たないというのもあって今はねもう2人にしてますね。で今回もその2人としか遊んでないですね。というかその遊んではいるんですけど、あのおきにちゃんとして遊んだのはもうその2人だけですね。でまあ新規開拓とかっていうのはほぼほぼさっき言ったようにしていないんで、一応ツイッターの方でもお話してますけど、1月の年明け5日からまた懲りずにというかバンコクにまた遊びに行くんで、その時もねちょっとまたお気に入りちゃん枠で遊んで、ちょっと新規開拓はまあ一人ぐらいしようかなっていうところですかね。まあ何の話をしてるかよくわかんないっていう方も多いかもしれないんですけど、あとは一応クリスマスねもう間近なんで、クリスマスプレゼントとかも一応持ってったらめちゃくちゃ喜んでくれたんで、いやーやっぱりねクリスマスプレゼントあげてみるもんですね。これで総敵が勝家の本陣に切り込みましたね。ね長政がどうだ陣を1個潰してくれたんで、高虎もこのまま陣を潰してもらう。でもう一個陣が残っちゃってるのかな、もったいないな。なんとかあの陣もね潰しちゃいたいなっていうとこなんですけど、画面の一番上にあるまあ本陣ですね、いわゆるここを潰したいんで小笠原隊を派遣しましょう。で信長は勝家に後ろから食いついていきましょうか。聞きくだされ。もうこの戦いはね負けられないですからね。でもそれが我が戦よ。ここで負けると逆に勝家軍に侵攻される可能性すら出てくるんで勝ちましょう。とはいえ今画面の繊維ゲージは押されてるな。画面の左上に出てる繊維ゲージはちょっと押されてますが、まあ、総敵信長、左近、義清、長政が揃ってて負けるわけはないだろうっていうね、豪華なメンバーになってますからね。まあ、そういう意味でも敵の陣は全部さっさと潰したいですね。陣があるとね敵の戦意が上がってきますからね、嫌がおうでも。では左近はここで鬼左近を発動して、義清は足止めする必要はないよな。足止めする必要はないんで、このまま成政の追撃に当たりましょう。我らが意地見せてくれようぞ。で高虎はこのまま引き続き敵を足止めしましょうか。で信長ももうこのまま追撃させりゃいいよね、利家を。で義清はというと、義清は成政を後ろからつくというところでいいかな。これでいきましょう。悪いがその首もらっていくぜ。でもバンコクも何度も言ってて、泊まる宿はもう毎回同じところにしちゃってるんで、本当に新しいっていう感じは全くないですよね。そういう楽しみ方をもしていないっていうのもどうかなと思うんですけど、まあ、そういう意味で今回は新しくねシンガポールの方に遊びに行きました。おっとここで一気に押し切れるかな、改装させたな。どうしようかな、これ改装してる部隊を追いかけて追撃する方がいいのか、今押しに押してるんでこのまま繊維ゲージを削ることに専念した方がいいのか、ちょっと悩ましいですね。どうしようかな。この一撃全てをかける。ゲチよ、さあ行こうぜ。行け。ゲチよ、始めるぞ。ご命令を。まあここはもう敵の繊維ゲージを削るっていうよりかは、敵を制すは我が軍略よ。この後
まだ一つね、敵本陣残ってるし、繊維ゲージも回復してる、来るってことを考えて、回想してる部隊の追撃をメインに考えましょうか。思い知るがよい。さて、まあ兵数でもまだ劣ってますからね、長期化する可能性もあるっていうことを考えて、しっかり信長が終わらせる長期戦に備えていきましょう。叩き潰せ。まあ、ただそれもあれだな、勝家がもう真っ赤っかになってるんで、勝家を叩けば終わるかな。もしかしたらちょっと黙っちゃいましたけど、終わるかもしれないな。全てをかける、始めるぞ。ちょっと勝家を攻めする。そしたらそのね、勝家に、肝心要の勝家に逃げられるってことになると、またちょっとね面倒ですけど、勝負せよ。命令してくれ。さあ行こうぜ。さあこれで勝家軍を兵数でも逆転しましたね。しっかり勝家を叩いて、勝家領越前越中能登一帯を一気に蹂躙できれば変化が見えてきますけど、これで勝家が快走した。これで一気に流れがこっちに傾くはずだな。まあやっぱり武将の質で勝家軍を圧倒した感じですね。まあ、勝家がもうここまで回想してるんで、あとは適当に流しても勝てるでしょう。この策で勝てるはずだぜ。覚悟なき者。毛利勢とかがね、大きくなってますからね。あと北条、あとは伊達とかね。時には大胆に攻め込まねば。まあ、こちらには家康の信長、信玄とかね、もう優秀な武将を集めまくってますからね。まあ、唯一今川を倒した時に女の子のことを考えていたためにか何なのか、全員処罰してしまったんで、ちょっとそこだけもったいなかったかなって感じがするんですが、まあ、ただね、今川勢、今川義元はじめ今川の家臣を取り込まなくてもいいぐらい十分な戦闘力というかね、武将揃ってますからね、石田勢には。さあこれで勝家の5万を壊滅させたんで、このまま一気に勝家領を進行していきましょう。進行できるだけ進行する。でどうせまたね再戦挑んでくると思うんで、その再戦をあと3回4回ぐらい覚悟しながら攻略戦進めていきましょう。んで強行でさっさと蹴りをつけます。死ぬわけにはいかねえからな。でここを一条谷に落としたんで、今度は朝倉山に進みますか。朝倉山に進みましょう。行くぞ。まあね、それなりにというか、むちゃくちゃなというか、兵糧の消耗はかなり激しいので、で山形正影の方ですね、松倉城、諏訪城、この辺りから出撃していく部隊は富山城へ進撃をしているというところですね。まあ、この辺りもこちらが戦力的には有利かなと思うんで問題はないでしょう。ここも強行します。朝倉山も強行しましょう。こんなところで死ねねえんだ。そしたら次どっち行くかな、勝山城に行くか、それとも大聖寺に向かうか。ここで利家がこちらに下りましたね。ちょっと見てから決めますか、どっちに攻め入るか。大聖寺の方は、おお、奥村助右衛門か。これは花の刑事で出てくる助右衛門とだいぶ違うよな。もうちょっとねかっこよく前田刑事張りに書いてほしいけど、まあね、光栄のものではないですからね、花のゲージは。スケーモンが守る大聖寺に行くか、まあでも距離的に考えたら大聖寺だな。大聖寺の方に信長を進めていきましょう。俺に続け。で富山城付近の戦いはというと、どちらが先に展開するかな、矢沢か山形正影か。できれば先に陣を張りたいけど、
王国どうでしょうね。先月の終始だ。そろそろ勝家から降伏来そうな気もするけどな。で、金銭の質が多くなってきている。マイナス5410か。歩兵も委任しちゃう。もうここまで来たら多分ね、今川領がむちゃくちゃ足軽が多いんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと確認していきましょうか。あ、そうでもないか。どのあたりが多いのかというと駿府とかに多いかなと思ったんですけど、ほとんどいないな。どこで金かかってんのかちょっとわかんないけど、まあでも足軽以外考えられないからね。お金がめっちゃくちゃ出ていってる理由は、まあ、このまま一気にでも勝家領蹂躙しましょう。多少心配ですが、お金がね。使いの者が来たようだ。もう勝家から使いの者が来てますね。勝山城の城と、いやこれ勝山城だけじゃなくて3つ4つ城を差し出すっていうんだったら全然こうは検討してもいいんですけど、勝山城だけってなるとちょっとね拒否せざるを得ないよな。で、政宗が影勝に宣戦布告ですね。一人たりとも逃すな。で、魚津城では矢沢隊が迫ってきてるのでここで決戦になりますね。合戦か。そういえば信長の野望大使のアップデートが入ってくるようで、アップデートでまた固有ボーナスがね、ちょっとパワープロになっちゃいましたね。固有ボーナスっていう言い方が、固有の志がいくつか実装されるみたいですね。そのあたりも楽しみですけど、味方は道山、信春、秀政、いや超豪華なメンバーだなこれ。で、相手の方はというと、まあ、年長とかはいるけど、まあ、戦闘力では完全にこちらが勝ってるので全軍突撃で蹴りをつけましょう。陣は相手が持ってる、まあ、陣は相手が持ってても大丈夫かな。しっかり撃破してもらいましょう。ちょっと心配なのが正影自体が千一徳しか率いてないっていうところぐらいかな、まあ、ここも暴れなくなったら後ろに引きましょう。壊滅するとね負けちゃうんで、それだけは避けたいなというところですね。本陣突撃撃ってきたか。まあこの全軍突撃、今回こちらが採用した作戦は指示が出せないんでね、ちょっとそこだけ心配にはなりますが。敵の居所知れました。一旦引くぞ。今だ、放て。ね、バンコクでの過ごし方なんですけど、大体僕はですね、まあ、朝からっていう想定で言うと朝、まあ、10時ぐらいか11時ぐらいに起きて、まあジムの方に行きますと。で、まあ、1時間ぐらいジョギングと筋トレをして、で、まあ、お昼ご飯を食べたり、それこそねこの収録をしたりなんかして、で、大体3時、4時ぐらいになってくると、マッサージ屋さんに遊びに行く、もしくはお風呂屋さんに遊びに行くっていうことをして、で、夜の、まあ、8時ぐらいになったら、ゴーゴーバーに行ってという感じの過ごし方ですね。で、最近はね、やっぱおきにちゃんをもうホテルに呼んで、一緒にね、ご飯食べたり、まったりしたり、イチャイチャしたりするんで、そうなると、もう1日というか、例えば3泊4泊とかで行ったら3泊4泊ずっと部屋にいるんで、まあ、今言ったような過ごし方ができないんですけど、ただね、ジムとかにはね、ホテルに備え付けのジムとかにはもう一緒に行ったりしますね。スポーツウェア、運動ウェア、おきんちゃんも持ってきて一緒に行ってプールで遊んでみたいなね、そういう過ごし方してますからね。さあここで千人ゲージが一気にこちらに傾くっていうところで、このねジンなんですよ。ジンがね邪魔くさいんですよね。まあ、ただもうここまで
戦局が傾いてれば特段何もする必要はないかなっていう感じかな。始めるぞ。あとは今ギリギリ残ってる人たちを叩いていけば終わりでしょう。これで2方面から進行している両方で決戦で勝利したんで、敵がまた再集結するまでに多少時間があると思うんで、また蹂躙していきます。で、一応信長がいる方がね、本体扱いにはなるんで、しっかり信長の方に敵が集まってくれるとありがたいかな。山形隊は2万5千の軍勢ですからね、まあ、ただここも多少兵が減ってでも強行して短期決戦でゴリゴリ削っていきましょう。そうしないとね、どうしても兵糧が心配になってくるんでね、こんだけの軍勢動かしてると。ここで長宗我部と小早川高景かな、大勝寺落としましたね。そしたらこのまま小山城に進みますか。出陣する。勝山城がちょっとね、宙ぶらりに残っちゃいますけど、勝山城に軍進める余裕はないよね、さすがに。ちょっと一応行軍で見てみますか。2万2000の軍勢が動かせるか。どうする、これ動かすとさらに兵糧が減るよね。月に3万減る、やめましょう。さすがにその余裕はない。一旦兵を収めなきゃいけなくなるのかな。これは勝山城だけちょっと残っちゃうかもしれませんけど。今は死ねぬ、今はだ。さあ、これで魚津城が落ちました。この勢いでゴリゴリ削っていきます。かたじけない、手を打とう。で、富山城へ進行しましょう。で、勝家が再集結してきているんで、どうだろうな、富山城に向かう過程で決戦になりそうですね。あとはどんくらいの軍勢が展開できるところで衝突できるかだな。4万の軍勢が撤回できて、勝家の1万4000か。これはもう全軍突撃で一気に蹴りをつけましょう。この戦は任せろ。基本的に武将が優秀で、かつこちらの方が軍勢が多いとなると全軍突撃で蹴りがつくはずなので、それでやっていきましょう。この信長の野望大使はね、決戦が委任できないんでちょっとね、面倒なんですよね。必ずこの画面になるんで。敵の居所掴みましたぞ。さあ、勝家自身が特攻をかけてきてるな。これは思ったより早く蹴りがつきそうだな。これが新しき戦、あの大将の兵力がゼロになると、その時点で戦意ゲージとか他の武将の率いてる兵に関係なく決着がつきますからね。さあ、勝家が早速改装してますね。一旦引くぞ。ただちょっと逃げられちゃうかな、さすがに。ただ一旦引こう。戦意ゲージはもうゴリゴリに押してるんで、これは全軍突撃の 5ターン中に蹴りがつきそうですね。つきましたね。やりたい前。全軍突撃の5ターン中は指示が出せないっていう欠点がありますけど、まあ、今みたいな形で決着がつくんであれば楽でいいですよね。これで小山城が落とせそうですね、このまま。かたじけない。包囲せよ。そしたら今3つ4つぐらい城を落としましたんで、一旦配属していきますか。少しね、勝家との戦いはもう少し時間がかかりそうなんで、かつ
金銭の質が多くなってきているって、金がゼロじゃないか。金がゼロはまずいよ、さすがに。そうすると今落とした一乗谷でも、この辺りはね、もうそもそもゼロ人になってますけどね、足軽が。どこで足軽が多いの？足軽多いところなんてないけどな。もう他でね、めちゃくちゃ足軽雇ってるんで、まあしょうがないといえばしょうがないな。兵糧売却して一時的に金を作りましょう。まあ、それだけ兵糧にね、余裕が出てきてますからね。まあ以前はね、兵糧に余裕がなくて、それはそれは苦労した時もありましたけど。では稲葉山から人を入れていきましょう。吉田を入れていくか。ここはこの辺りがね、また最前線になるのは上杉勢とかと戦う時かなっていう感じがしますんでね、その時までは一旦は適当な感じで入れていきましょう。承知いたしました。とりあえず入れておくだけで、いざ本当に合戦の最前線になるような時がまた来るようであれば、城主がそのまま城の防御力になりますんで、城主、優秀な城主が入るような形で調整をしていけばいいかなと思いますんで、一旦はね、もう適当にガシガシ入れていっちゃいましょう。かしこまりました。さあ、これで一通り、まあ武将の質はともかく入れましたんで、先に進めていきましょう。取り囲め。一応ね、さすがに、おっと、影勝と謙信がまたやり合うの。これどっちに味方つくかだな。ここは謙信についとく。まあ、シンガポールに遊びに行く時の飛行機とかね、ホテル代とか含めて一応僕が全部出しましたんで、今回はね、そのさっきのクリスマスプレゼントの件と合わせてだいぶお金を使いましたね。やっぱりボーナスの月になるとお財布の紐がゆるゆるになっちゃうね。本当にね、注意しないといけないんですよね。まあ、マンションのローンもあれば、家に入れなきゃいけないお金もある。まあ、うちは共働きだっていうところがあるんで、まあ、多少はね、余裕があるとはいえ、家ですよ。むちゃくちゃお金使いましたね、今月は。新しき天下よ。さあ、ここも全軍突撃で一気に蹴りをつけましょう。敵の居所。もうこの全軍突撃するのを眺めてるだけで済むんだったら、本当にここね、あ、松がいる。年家はこっちなのに松はまだ敵のままなんだ。委任できたりスキップできたりできるようにしてほしいですよね、新しいアップデートで。さあ、これで一気に蹴りがつきそうかな。まあ、そんなこんなでね、タイにいる最初の4日間、10日間のうち、バンコクで4日間、シンガポールで4日間で、またバンコクに戻って2日間のね、最初の4日間はそんな感じの過ごし方をしてましたけど、よし、これでまた決戦に勝利したんで、小山城を強行で落としましょう。何人たりとも止められぬ。で、小山城の後はこのまま福光城に進む。勝山城だけ残っちゃいますけど、まあ、勝山城は何もできないでしょう。勝山城だけでは放置しましょう。放置で、正影は富山城を強行。この城もらい受ける。行くぞ。で、高岡城へ進行。一人たりとも逃すな。まあ、多分ね、もう何もで抵抗する力あるね。まだ
勝家の軍勢を集めてくるか、まあ突撃、全軍突撃だけでケリがつくかなという感じはしますけど。逃げ道を残すな。信長の野望大使はね、アップデートでどれくらい化けてくるかっていうのが楽しみではあるんですけどね。このあたりの内政がちょっとまあ少し緩いかなっていうところと、これにて表情を終わります。合戦がちょっとめんどくさいなっていうところと、武将のね特性みたいなものが合戦なかなか行きづらいかなっていうところをねちょっと感じますよね。さあ、じゃあ今回はどうする？肥料増産でもしとく？まあ、あの農業はね委任してるんで、この辺りはいいものをやっておけばいいようにやってくれるっていうね、ちょっとコンピューター任せな感じが出ちゃいますけど、これでいいかな。朝廷工作とかは必要ないからな、今すぐにはね。さ、金銭の支出がまた多くなってると言われてもな、足軽を大量に雇ってるからしょうがないんだけど。教皇で正影も教皇、受け入れよ。信長が作る新しき世で、信長はこの後どこに進めるかだな。七尾城まで一気に進める？進め。松が城主になってるな。七尾城まで進めて、で高岡城を攻めてる正影の部隊かどうかな。次武田に向かうか松並に向かうか、まあいずれにしても戦いが終わってからだな。もう一合戦ありそうですからね。その合戦に勝利してから決めますか。いやいや、あっさり決まったな。かたじけない。そしたら正影は次どっちに進める？松並城に進めますか。回路で信長の部隊が畠山8500とぶつかる。これはありがたいな。信長の方がね率いてる軍勢の数が多いですからね。35000。じゃあまたワンパターンですけども、全軍突撃でちゃっちゃと決めちゃいましょう。で今回はですね、もうその10泊、まあ、ホテル代もろもろ含めてっていう話をするとちょっとわけわかんなくなっちゃうんですけど、シンガポールに行った時だけでですね、まずあのシンガポール、今回あのマリーナベイサンズに3泊したんですけど、3泊4日1泊がね65,000円したんで、まあ、それだけで6,3,18,、まあ、20万近くかかりましたね。あとユニバーサルスタジオシンガポールに行ったんですけど、ここもねあのキャラクターブレックファスト、まああのセサミストリートのキャラクターと写真を撮りながらご飯が食べれるよっていうところと、あとはエクスプレスパスですね、これも買ったんで、まあアトラクションね暑い中並ぶのもきついなと思ったんで、それでかなりねシンガポールでも散財しましたね。で、あのおきにちゃんはねあの珍しくなんかおねだりとかがほとんどないんで、なんかね現地で買い物してお金がかかるとかっていうのはもう本当に全くないですね。で食事もねあの日本円で150円とか、まあ、そういうご飯で済むんで、現地では本当に全然お金かからないんで、まあ、そういう子だっていうのもあって、まあ、ちょっとね、贅沢なところに泊まらせてあげたいなと思ったんですけど、まあやっぱりシンガポールは物価が高いなって感じですね。そう、これ全軍突撃で敵の部隊を一気に消耗させて終わるかなと思いきや、残り1ターン残してまだ粘ってるね。さあ、とはいえ決まるかな。破れるとよし、決まりましたね。この5ターン以内、つまりこっちで指示出さなくて済む5ターンで決まってくれると、まあ楽ちんなんですけどね。奪う、それが信長の戦い。
影勝が剣心に勝ったか。結構このパターン多いよな。さあ、じゃあ七尾城は強行しましょう。報告いたす。先月の終始だ。北条との同盟期限が切れるか。で今何月？ 2 月か。2月で、ね、金がなくて米もないか。ピンチではあるな。とはいえ米を売るしかないからな、金がない以上。ありがとうございました。ちょっと財政状況は見直す必要がありますね、さすがに。こんだけ金がないとなると。さあ、七尾城としました。そしたら信長は武田城へ進みましょう。助右衛門はまだこちらに下らない。助右衛門の能力がねちょっと微妙ですよね。花の刑事だと刑事と勝るとも劣らない豪傑に描かれてますけど。行くぞ。さあ、じゃあ信長は武田城へ進みましょう。逃げ道を残すな。安藤家が影勝に宣戦布告してるね。さあ、ちょっと30分過ぎて時間が長くなってきてしてまっていますが、ここはもう少しで勝家が滅びるので、そこまでプレイをさせてください。勝家が最後の力を振り絞って出陣してきてるけど、ここは全軍突撃で勝家を粉砕しましょう。で勝家はねやっぱり優秀なんで家臣に加えたいですからね。行くぞ。敵の居所つかみましたぞ。さて踏みつぶしてやるぜ。敵の居所つかみましたぞ。古き戦は信長が終わらせる。隙だらけだ。やりたい前。今は引くぞ。一旦引くぞ。勝家がどこにいるかちょっとわからない。勝家いましたね。よく狙い。勝家はこちらの陣に特攻をかけてきてる感じかな。さあ残り2ターン。逆にね命令が出せないんで。やりたい前。さあ残り1ターンですね。勝家はもう完全に突き抜けてこちらの陣のところにただ1体だけ突き抜けてるけど、この陣を追いかけていくのはめんどくさいからな。もうこれで決まってほしいけどどうかな。撤退まで追い込めれば残り2ミリぐらいになってるから終わりそうですね。策のあるものがおるよ。さあもう任しておけば終わるかなという感じです。これでさすがにもう勝家の方も決戦兵力を集めるだけの余力はないでしょう。それが信長の戦よ。なので力攻めにして終わらせましょう。我らの勝ちよ。勝ち時をあげよう。よし、松並み落として、そしたら正影はもう解散しちゃいましょう。騎乗です。もうね正影の舞台を使うシーンはないと思うので、武田城を落とした信長の軍3万、まあ3万も必要なかったかな。今思えば
正影の軍勢で残った勝山城を攻めてばよかったかもしれませんが、まあもうねこの軍勢を使って最後の勝山城を攻めましょう。勝山城まで戻るのに時間がかかりそうだけどね、むしろだったらなんかその辺の大聖寺とかから兵を出してもいいかなって気もしますが、まあ面倒なんでこのまま返す刀で攻めましょう。さあ、あと半年ありますね。まだ9月にお米が入ってくるまでは。北条との同盟が切れたとなれば、北条とは得意の、そう得意の米外交をしましょう。米外交、兵糧をくれとして、その見返りに同盟が結べればなおよしっていうね。いや1ヶ月かかるか、さすがに。何が1ヶ月かかるかというと、武田城から勝山城に戻ってくるまで1ヶ月かかってますね、信長の軍勢が。で、北条に対しての交渉は、目論見通りなので承諾しましょう。報告いたす。先月の終始だ。表情を始めましょう。まあ、それとなく伴侶であるホニャララコニャララみたいな言ってたな。信玄、高虎、三成、いやめちゃくちゃ優秀だな、本当に家臣団が言うことなしな感じですけど。で定勝からは肥料増産が来てるんで、ここは肥料増産やりたいけど無理、じゃあ馬産徴収入れておきましょう。お金がなくて困ってるんで。ちょっと待ってくださいね。ああやっぱりこれだな。伴侶である松を我が元に呼び寄せました。こんなイベントがあるんだな、ま、松を呼び寄せるっていうイベント。じゃあこのまま信長は最後の勝家の居城勝山城を攻めましょう。一人たりとも逃すな。でもうここは強行でサクッと割れてますね。これで勝家を滅ぼしましたというところになります。でやっぱ勝家だな。内政こそ70切ってますけど、統率95、武勇97は圧倒的ですね。であとは成政、スケーモンがね再三お話してますけどちょっと物足りないなという感じですけど、まあ、全員登用していきます。前回間違って全員殺しちゃいましたからね。はい、というわけで今回は勝家攻めました。いかがでしたでしょうか。ちょっとね時間長くなっちゃって申し訳ありませんでしたというところで、次回またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ、お楽しみにしていただければと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。